みなさんこんばんは、ま、ゆうこんちのパークガイドのゆうこちゃんですですこれ言うとき恥ずかしいよね今日は、クリスマスクリスマスやねねメリークリスマス、はい、ユニバに来てたんですけども、はい、毎年このクリスマスの時には、うん、それぞれみんなが誰に当たるかわからんっていう形で買うんですけど、はい、今年はなんとなんと、はい、子供たちえクリスマスプレゼントを今年はしようかなと思って買ってみて、わすごいマジ安い4個あるか自分も欲しいから交換会やからね、うん、お母さんの分も欲しいやつあるのよ。なるほど、でも嬉しいやつを買ってきました。なるほどね。そうそう、これはね今からお家へ帰って、はい、あの前みたいにね、うん、なんだなんだなんだやったなやったちゃん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 メイドの土産ただいま帰ってきました、まあ、ただいまー何があったんか知らんけど、ね、いつもほらお土産交換会するやん、あのクリスマスプレゼントの、うん、それを今年はちょっとほらお母さんからみんなにプレゼントということで買ってきました。ありがとう、大好きだ。値段はもうみんな平等に5000円。あ、そうなんです。え、お母さんも欲しいからね。あ、そうそうそう、自分で自分の分買ってきました。はいはいはい、誰に当たってもいいようなやつを買ってきてください。そうそうそう、お母さんに当たってもいいやつを買ってきます。全部な。一回練習する？一、はいはい、回行こう。うん、じゃあちょっと口頭で行って。はい。口頭。せーのおーせ。てん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 メイドの土産。誰から開けていく？俺から開けて。はい。開けまーす。何かな？何かな？はい。ちょっとドキドキしてる。何かな？何かな？これ。え？あ、かわいい。スマホスタンドや。タブレット送るやつや。すごい。これいいなと思ってて。かわいい。ま？これかわいい。これ結構見てた。お母さんのやつね。じゃじゃん。あったわ、これルームソックスね。こんな2つもタダでもらえるの？だってこれ何？コストコがあれ、かわいい、めちゃくちゃかわいいやん。かわいいなチャーリーブラウンのルームソックスね。これ履いたらよりかわいいやん、ね、後で履かせてもらいます。これがね、ぴったりね。ユニバの靴下といえば、まあ割とね、穴が開きやすいで有名ですけど、これはさすがに開けへんね。スリッパみたいなもんやろよ。そうやね。いただきます。嬉しい。メイドの土産。めっちゃでかいよ、ほら。なんか箱やん。箱やね。なぎ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 。あ、おお、かわいい。よう見るやつ。めっちゃかわいい。これジェリーワックス？これバニティケース、ね？バニティケース。何持ってるよね。持ってる、めっちゃ持ってる、なんかでも。めっちゃ嬉しい。いっぱいついてる。セーフ欲しいって言って。そうだね、ほんまに欲しいって言ってて。いや、これめっちゃ嬉しい。これはほんまにすぐ買った。今日めっちゃ早かったもんな。メイク収納バッグ。こういうのにドバッと入れる方がやりやすい。入れる方。細かく分けんタイプやから、これでバッと入れて。ラッフィーのもう蓋はみ出てたもんな。ああ、もうそうそうそう、そうなんです。もうこんな感じで置いてるからいつも。ありがとうございます。メイドの土産。じゃあ、これ開けます。はい。めっちゃ可愛いブランケットやろ。すごい。めっちゃ可愛い。印象似ちゃうよ。え、嬉しい。わあ、すごいすごいすごい。これ何、外でつけれるやつやんな、多分。ボタンを止めるとポンチョ腰巻きになるよ。あ、ボタンここある、ボタン。あったか。めっちゃあったか。え、分厚い分厚い。可愛い。
バリでかいし、かもこれが何背骨矯正するやつかな。あと2個あったか靴下、めっちゃかわいい。チャーリーチャーリーバリかわいい。あとも入ってたミニのペン、かわいい。嬉しい。これが5000円っていう理由なの。これ聞いてくれる本物な。2300円と、そうやね。え、これ2300円1000円値下げない。めっちゃいいやん、お得。ユニバのこのブランケットのいいところってクッションとしても使えるから、うん、使えるし、今度さカウントダウンとかでさクッションって、ああ、まあ、ブランケットみたいな、被ってバッと巻いて、いいよ、高いと思う、高いんだろうな。今買わない初シリカンすごかった。いいやんみたいな。メイドの土産、お母さんはまあ自分で買ってるからね。そう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 、何が当たってるの、開けまーす、やってたら覚えてる。いやーとか言うのもやめて、あとやらせてみたい。あーマスラカバー、マスラカバーめっちゃ可愛いな。可愛い。お母さんが自分で選んでるから嬉しいに決まってるよね。え、可愛い、可愛い。ミミこれどんななってる、これ寝てる時引っかかんちゃうか。これこういうマークも隠れてますね。ちょっとでも大きいかもね。ね、思った。まあでもこんなサイズでもいけるようにかな。あ、いいね。アイマスク。使う？アイマスク。アイマスクで使うよ。アイマスクちゃんとだよ。分からんのかって。トリマ？可愛かったらトリマ。ジャケ買いみたいな。ジャケ買い。あれ、ほら、おそら。あ、ほんまや、ほんまや。まあでもバスターバーとしても使えることはない。こうやってみてもいいな、お母さんに。いや、アイマスクとしてやろうか。バケモン。バケモン感やばい。もうね、目がつぶらすぎてさ。もうちょっと下げて。いいかも、ちょっとカメラアップで。見てもいい。なんか漫画に出てきたら多分名前オニよ。値段合わせにこんなのを買いましたが、これ、いらなかったかも。なんかね、誰かに何かあげるときに使います。いつか使う、はい、以上です。わー、すごいな、はい、ほんまにありがとう。今日買ってんな、一つな、 先生あれをちょっとご紹介しようかな。ゆうこんち、もう全く考えんとも即買いした。あ、何これ何これ、化粧バッグ、そう、うん、あのイヤロー、へー、うん、かわいいな、汚れがしたかわいい、うん、でポケットがこう全部四隅についてて、こんな感じ、めっちゃかわいいな。お母さん今のさあれやもんね、100均の汚いやつ、ミニタリーのやつ、100円みたいな、ね、コンテナみたいな。今日遅刻してさ、なんかお母さん家行くやんか、高井さんバって降りてきて、百均のカゴが、もう化粧のペンだってババ入ってるやつをこう持ってきて、いいね、今度からね、楽しいや、毎日ウキウキやで、やばいな、これはほんまに可愛い。こういうの大切よね、この毎日、そうやね、ウキウキ感みたいな、そうね、ちょっとワクワクを日常に取り入れる、でも毎日ウキウキ、これ入って寝よう、毎日。以上でございます。いかがでしたでしょうか。今日はね、12月25日になりますが、うん、お気に入り、グッズ買ったよ報告動画になってしまいました。めっちゃ可愛いね、全部ね、うん、全部めっちゃ可愛い。今年ね、もうみんな頑張ったからさ、うん、嬉しいな、嬉しい、こんなんなんかもういきなりやったら頑張れる、よく頑張ったね、うん、よく頑張ったね、でしょう、毎週しようか、じゃあお願いし、ね、しないね。はい、ということで、はい、はい、本日の動画を見て私も買い物したいなって思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価と、よろしくお願いします。じゃあせーの、バイバーイ、いっせーのーせ、ありがとう、お母さん大好きです、どういたしまして。チーク動画。